大道芸の様子大道芸は、路上や街灯、または仮設の掛け小屋などで行われる、様々な芸能の総称。路上パフォーマンス、または、ストリートパフォーマンスとも呼ばれる。路上での演奏ライブ、ストリートライブとは異なるが、一般的な総称として、ストリートパフォーマンスと呼ばれることもある。大道芸人は、路上で、歌、工場、踊り、軽技、 楽器の演奏などを披露し成形を立てている。歴史的には投げ銭も取ることで成形を立てたが、現代の日本のように主催者などから出演料をもらい、イベント等で芸を披露する場合もある。西洋の都市では、路上で物品を販売する商人たちが街に来た合図として、独特の工場を披露することが行われていた。 1481年のウィリアム・キャクストンの世界の鏡の中にある木版の写絵にはバラットシンガーの姿が描かれている。また、ウィリアム・シェイクスピアの冬物語に登場するオートリカスも行商人であるが人々の関心を引きつけるため芸能を教している。アメリカではストリートダンスやバスケなどを路上で行うのが日常的であったのでそこから、 ブレイクダンスやミニバスケなども発祥した。イギリスでは、路上、公園など、公共の場で、芸をする人を、バスカーと呼び、特に、ロンドン地下鉄駅構内で演奏する人々が有名。基本的にバスクは禁止なのであるが、長年の監修などで、駅員や警察官は見て見ぬふりをしていた。しかし、演奏場所の取り合いなど細かいトラブルが頻発し、2003年より、 バスカーへのライセンス交付を決定。ライセンス未報辞者は演奏できなくなり、演奏場所も予約制となった。人林君も随五路観光の総図より放火と住吉踊り放火師は路上で皿回しをしている。大道芸そのものは日本でも古くからあり、室町時代の絵巻にも大道芸人が描かれている。その形態は古代の宗教表現に中世の消文士の芸や、 中国由来の猿楽、仏教などが混じり合ったものであった。江戸時代の大道芸のスター、早竹虎吉の得意技の一つ。早竹の一座は欧米でも講演した。江戸時代には、浅草の見せ物や、手品、新潟地方の御世、津軽地方の母様、その他放浪芸など、日本でも盛んに演じられていた。しかし、多くの場合宗教的なものに結びつけられるか、あるいは、 古事記芸として下げ済まれる傾向にあった。身分としては最下層ではあったが、大道芸そのものは人気のある演芸であった。江戸ではコツムネと呼ばれる大道芸を専門に行う組織もあり、現代のジャグリングと同様の曲芸や技術などが独自の発達を見せた。江戸幕府は身分の秩序にはうるさかったが、芸の内容には口出ししなかったため、大道芸は豊かに発展した。 外国とともに、日本の大道芸は、海外でも知られる存在となり、一般人の海外渡航が許されると、早竹虎吉をはじめ、多くの大道芸人が海を渡った。独特な芸風は大いに受け、日本の芸が、海外のジャグリングやマジック、アクロバットなどに影響を与えることもあれば、海外の芸が日本に紹介されることも増えていった。江戸幕府と対照的に、明治政府は、 身分制度を解体した代わりに、芸の内容にまで踏み込む統制、管理を行い、悪風俗として多数の大道芸を禁止した。職を失った大道芸人は生活に困窮するようになり、これによって日本の大道芸は一気に衰退していった。戦後、欧米の大道芸が入ってくるに従い称の内容も派手に華やかになり、アートとしての側面やエンターテインメント性の高さが、 再認識されてきた。1970年代に小沢昭一やアングラ演劇の関係者らによって途絶えてしまった日本の放浪芸の再評価が始まり、路上のパフォーマンスや演劇の一要素として再び盛んになっていった。工事演第5版には大道芸、大道で演ずる卑俗な芸と書いてあるように、最近までは大道芸は芸の中でも 蔑まれていた存在であったが、前日の大道芸大会等による、大道芸人の地位向上等により、逆に、ストリートミュージシャンを練習していると批判するという逆転現象も起きている。昭和50年代より、愛知県名古屋市の大須大道町人祭、神奈川県横浜市における、野毛大道芸など、各地でイベントとしての定着が始まった。 当初は暗黒舞踏を基調とした舞踏や、一見して素人には理解が難しい、いわゆるアングラな傾向が強かった。オースではこれらアングラな系譜を長く守り続けている。1992年、静岡県静岡市で大道芸ワールドカップが開催され、欧米型のサーカス芸を大々的に日本に紹介し、定着させる大きな役割を果たした。 しかし、フランスやロシアを中心にした大がかりなセットやクレーンを用いるサーカス芸が招聘される傾向にある。しかし、同大会が大道芸の認知度を高めたとの評価が定着する。ヘブンアーティストのアコーディオン奏者ほか、東京都がヘブンアーティストとして公認制度を始めたり、日本テレビが日テレアート大道芸としてライセンスを発行するなど、 街の活性化やイベントなど各地で脚光を浴びつつある。若年層に根強いファンも数多く、オース大道町人祭や大道芸、ワールドカップでの動員客数は数十万人を数える。ただ、ヘブンアーティスト等の公認制度や、各ライセンスは合格基準をオープンにしない場合が多く、芸人の実力、種類はかなり幅がある。また、昨今の大道芸は、 欧米タイプのジャグリングやアクロバット、あるいはパントマイム等のサーカス芸一辺倒になる、傾向が強く、同時に観客側の欧米人崇拝精神も根強いと言われ、苦言を呈する者も,も多い。また、日本伝統の放浪芸が廃れゆくことに対する危惧も少なくない。現在、日本で行われる大型大道芸イベントとしては、大道芸、ワールドカップ、オース大道町人祭。 横浜大道芸、野毛大道芸などがある。これらのパフォーマンスは、大道芸として演じられることが多いということであって、大道芸そのものというわけではない。ジャグリングなどは人に見せない趣味としても成立するし、これらの芸が、サーカスなど別の場で演じられることもある。その他、音楽芸、ペン回し、ワンマンバンド、マジック、ル回し、南京玉すだれ、ガマガエルの油売り、 人ン,ンや人間ポンプ、シュアーなど種類は非常に多い。大道芸世界大百科事典 ABCD、歴史学辞典8人と仕事、公文道2001年407ページ。ロンドンの地下鉄、バスキングロンドンナビ ABC エドから東京への意味的世界の変化と都市オープンスペースの形態的変化に関する考察、ランドスケープ研究。 日本造演学会士、1995年3月31日、国際芸人の先駆者、人太郎の生涯、松山光信、マジックラビリンス異国の舞台に立った、日本人一座を追って、南半球に向かった、開国直後の人々、松山光信、マジックラビリンス、代表猛虎について、マイヒストリーコントーションスタジオの柄公式サイト内2019年5月6日、閲覧。 ありがとうございます。